スナーさんからたくさんもらったから結局1本買っただけなんだよ。ゴミ捨ててもいい、これと。はい、和田津です。2017年8月の13日、22時40分です。12時に、再開します。いや、津これがゴミ、はい、和田津し、あれ俺メガネどこやった、あった、お疲れ様。メルさんこんばんは。とりあえず汗拭くのと、どうぞ塩、梅食べる、これめちゃめちゃうまいよ。食べていいよ。これもゴミ、これもゴミ、これゴミね、これゴミ、これもゴミ。あ、コウメちゃんみたい。うまいでしょ、コウメちゃんみたいで美味しいよね、うん、こんばんは。足の豆がやばい、とにかくやばい。腰入ったやつか。痩せたよね俺。痩せたよね、うん、やばいでしょ、全然違うよね多分。ビフォーアフターで見てごらん、枠の始め、むくんでたんだね。やばいよね、めちゃめちゃ痩せたでしょ。豆、両豆、両豆じゃない両足が豆で、ね、今猫の毛がついちゃったから見づらいんだけど、左足がひどくて破けてないんだけど、これくらい、これくらいかな、これくらいの豆、水ぶくれができてて割れてないです。で右足は小指の先ぐらいのが2つ、右足の方が軽度、2つ豆、両方とも潰れてないっすね。土踏まずっていうか、なんつんだろう、ここ、こんなだよね、うん、こんなです、これくらいの大きさの豆です。で潰れてないっす。これ潰した方がいいのかな、どう思う。潰さない方がいい、潰すと痛くなる。あ、そっか。いや、あの、とんでもないことになってますね。汚いんで見せられないですけど、ブヨンブヨンだよね、うん、のんちゃんが見てる。で、足臭いです。ちょっと足さ、洗わせてもらってもいい、うん、ちょっとお風呂行ってきます。行ってきます。
こうトイレ。あ、ちょっと待って、これコロコロ。飲んじゃうんだよ。いやいや、バッテリーがないんだって。コロコロして、バッテリー充電だって。がっかりやわって。家はアウト。今更言うの。それ本気で言ってんの？俺前枠で言ったじゃん。取れた？これテーピングってどうやってやんの？豆が。あとジュース的なものない。これどうすればいいんだろう、このぶっちゃぶちゃのやつ。とりあえずこれで巻くの？絆創膏？絆創膏しといて、うん、頑張るよ。やり直しとかは正気かよ。やり直しだなって言いたいだけだよね、これも。もうこいつら引っ叩きてよ、もう本当に。こういう風にさ。横？うん。これこう貼るの。こう。うん。何枚か。何枚か。うん、オッケー。記録としてはアウト。いいよ、だから休憩一回入れちゃいましたっていう、その未達成記録でいいよ。ここに貼るじゃん、うん、貼る。もっとまたどんどんどん。お疲れやサクトラ。こう、うん、全部隠れた。まだもう一個かな、うん、潰れるとしたらもう一箇所、うん、テーピングは？テーピングしないよ。巻かないの？うん。これ一般ボンだな。サクッとラオッツって書いてるの。一般って書いてるけど明らかにボンなんだよ。多分西東京に住んでるとか言ってたから、うん、リアツツ行くのは気まずいから今日書いてないじゃん。もうだから別はサブアカで書いてんじゃん、うん、足はね今豆ができてて、面積的に言うとこれくらいの面積です。これくらい、ここら辺ぐらい豆で破れてない。豆はなんかボンっぽくない？今のオッツ。
するっていう。わかんない、俺の憶測だった。足はてで膝テーピングする。膝っていうか、ももがもうパンパンなのと、太ももと、うん、ここと、もう関節と全部だね。ガッチャガチャ。こっち側1枚でいいかな。うん、ありがとう。あ、無理してますね、もう。岡ちゃん、ありがとう。いや、一般さん、ボンなのかなと思ったんだよね、今。違うの。1枚で平気そう？え？1枚で平気そう？うん。でした。ありがとう。リタイアしたらって何？充電しに来たんだけど。うん。あ、のんさんまた。意外だな、こいつ。もしもし。お疲れ様。お疲れ。な、最近さ、うん、なんかアイラってなんかどうなんだよって、なんかワードがすげえディスってたみたいなこと聞いてたんだけど。え？疑心暗鬼やって、なんかアイラってなんか実は俺の何なんだなあいつみたいな、実は聞いたんだけど。聞いたって、お前何年生の人やってんの。じゃあリスナーのガセ情報ってことですか。な、何を言ってんのか全然わかんないんだけど、お前何年生の人やってんの、うん、何年何年ぐらいやってます。もうさ、うん、長いじゃん。俺がアイラのことどうやって言う、うん、何、ね、何て言ってたの。なんか最近アイラちょっとよくわかんねえなって。言ってねえわ言ってねえわ。あ、そうなんだ。言ってねえわ。あと2時間くらい喋っていい。ダメ。ダメ。なんでお前に与えられた時間あと3分。いやでもね、最近ワード聞いてるって話聞いたんだけど。聞いてるね。大丈夫。聞いてる、ちょっと聞いてるね。なんかあったの。え、じゃあ俺さ、ごめんね、アイラ。俺家の環境じゃねえから Wi-Fi なの、 LTE なの。だからアイラの声途切れ途切れだし、放送に乗っかってないし、俺も聞こえてねえんだわ。だから今度にしよう。でもちゃんと会話できるよね。いやだからリスナーから、あの、聞こえねえってもうプツプツだって言われてるから、放送に支障が出てるから。え、じゃあ、あの、和道さんのリスナープツプツですか。何、すいません、和道さんのリスナープツプツですか。だから多分もう聞き取れてないから、聞き取れてねえからわかんねえんだって。聞こえてるって言ってた。俺はプツプツだよ。でももうアイラの声をブツ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 してるよ。ほら聞こえねえよって書いてあるんだ。ほらチロピトピトかな、うんうんうん、途切れ途切れって書いてあるんだ。途切れ途切れって書いてあるんだ。プツプツか。え、再起動してもいいか、書いていい。何再起動してもいいか、かけていい。いや、違う違う、こっちの電波の問題なの。LTE 回線で下り3ギガなのに、3とか4とかしかねえんだって。だこっちの電波の問題だから、うん、家着いたら話聞くから、今日話さないといけないことなの、それ。なんだなんかなじゃねえんだって。どこにいんのよ、それ、ふすまの。え？どこなの？どこの家にいるの？今、のんちゃんちだけど。のんちゃんなんか、後ろにいるお人形みたいな、なんか、動いて、フリーズしてるけど、大丈夫。政治家じゃないよね、後ろの人。後ろにいる座敷わらしみたいな。ああ、動いた。そうだよ、そうだよ、それだよ。わざと、のんちゃんも、付き合ってないんだよって、これちょっとそこはわかんないんだけど。めんどくせえわ、お前。めんどくせえわ。
面倒くせえわ。うん。面倒くせえわ。だから、俺の家で、西君ね、トツかけてくるの。いくらでも、お前さ、最近さ、俺のプライベート中とかさ、電波がないときにかけすぎなんだって。トツを。やねえよ、そんなの。電波移動が配信すればいいじゃん。だ家に行ったら電波移動。電波移動が配信するんだよ。家雑の時な。聞いてんだろ、お前。え？最近。何？聞いてんだろ、なんか。聞いてる？聞いてる。聞いたけど、ダメージが。何を言ってんの？聞いてんじゃないの？ダメージが。は？は？お前ちょっと稼ぎすぎて頭おかしくなったんじゃないの？お前ちょっと最近稼ぎすぎて頭おかしいんだって。んでて普通だけど。え、ダメージないんですか？メイン減ってないんですか？1位になって、いや、稼ぎすぎて。してんだけど。だから減らってないのかって。いや、減らってるか減らってねえかで言ったら減らってるわ。花火が上がんねえんだよ。なんで減らってんのじゃ。おめえみてえに花火が上がんなくて減らってんだよ。なんで減らってんのじゃ。だから花火が上がんねえからだよ。閲覧300人いて花火が全然上がんねえ。上がってるでしょ。え？そこそこ上がってるでしょ。そこそこじゃねえよ。俺もおめえみてえに稼ぎてんだよ。悔しいんだよ。おめえみてえに稼ぎてんだよ。今日歩いてどうでした？何？今日歩いてどうですか？俺だ、まだ100万も取ってないんだよ。一回も。で、荒野とかドレさんとか撮ってるんだよ。悔しいだろ。まあ、お前は別格だけど。月いくらだったら満足なんですか？だから電波はいいんだっつってんの。月いくらだったら今度話そうよ。聞こえねえんだっつってんの。ああ、ごめん。わかったよ、もうめんどくさい。え？電波やるときな、またかけるな。オッケーオッケー。はい、はいよ。つけろ！え？なんだ、なんだ、瞑想してんのか？あいら枠やってた？あいら枠やってた？うん。なんだろ、瞑想してんのかな？それとも稼ぎすぎて頭おかしくなってんの？膝のテーピングしなくていい？膝のテーピングできるの？家からわかる？やってた。え？その上からがいい？この上からじゃできない。うん。めんどくさいな。じゃあしない。いや、したら楽になる。うん。ちょっと脱ぐか。お前らサービスだからな。今日特別だからな。ちょっとだけだからな。あんま調子乗んなよ。いいんだよ花火しても。ちょっとだけだからな。よいしょ。ほんのちょっとだけまでだけ。こう。こうせ、こうし。パンツの色ぐらいだから俺徹底してるんだって。俺赤いパンツしか買わないもん。うん。キャラを徹底してるんだ。中も赤だよ。悪いかよ。だからお前らが思ってる以上に変なやつなんだって。建築デザイナーみたい。一般さんの建築デザイナーのイメージがよくわかんないよ。アスペ特有でしょ。これアスペあるあるだから。A 型作業所とかに行くともういろんなあるある出てくるから。みんなそうそう、A 型作業所のあるある結構面白いんだよ。休憩中に話す、うんうん、聴覚過敏あるあるとか、あの休憩中に幻聴が聞こえるあるあるとか、うん、業務中になんか小人が見えるあるあるとかいろいろある、うん、やつだよね、うん、多分
行きと帰りじゃ全然顔違うはず。今、三鷹だよ。三鷹駅まで来たんだよね、俺。三鷹駅。のんちゃん、まあ、ババアにしては綺麗な方だと思うよ。可愛いって感じだよな、ね。ババアにしては可愛いと思うよ。47で可愛い方だと思うよ。すっぴんで。のんちゃん47。47でさ、自分が47歳かさ、47になった時さ、のんちゃんより可愛くいられるか自信ある？綺麗だとは思わない。綺麗、綺麗っつうか、可愛らしいと思うけどね。のんちゃん普通に。若いと思うよ、気持ちも。置いてやんの、うん、大丈夫、剥がれないこれ。うん、大丈夫。要はバネを作るの、テープで。そう、膝の。ああ、のんちゃん腕どうしたの？いや、もうこっからここまで全部リストカットだからね。原型とどまってないから、左腕。お前たちメンヘラの大先輩だからな。普通の状態の皮膚が存在しないぐらい切られてる。でも切らなくなったもんね。うん、偉いよね。ね。おお、大花火ありがとう、駒主さん。ありがとう。駒主さん、ありがとう。嬉しいです、なんか。もう君たちメンヘラ女子の大先輩だから。切れてない腕がないんだから、左手。でも偉いよね。昔よく切ってたんでしょ？切るの禁止したんだもんね、俺がね。偉いよ。人は変わるんだよ。うん、ありがとうございます。この人さん、大花火。熟女っつうか、年上、まあ、あんまり年齢気にしてないんだけど、俺は、別に好きになった人がその年齢だったら別に何歳でもいいと思ってる。こうやって、ああ、いいね、いいね。うん、楽楽。あ、すごいすごい、楽だわ。ああ、なるほど。バネになんだ。その、うん、あ、テーピングっていいね。生まれて初めて経験するわ。これなんか特殊なやつで、禁止用テープっていう。うん、この収縮するやつ、ほうほう、固めるやつじゃなくて、ちょっとまだ動いて、あ、まだダメだ。いや、やっぱさ、いや、でもそれはね、のんちゃんに限らずなんだよ、本当に。その死にたくなる気持ちも分かるし、生活保護とかで苦しいしって、いろんなリスナーさんいるんだけど、この場を借りてちょっと言わせてもらうとね、ダメよ。自分の体を傷つけても何にもならないから。だから、自分の体自傷行為したくなったら、トツかけて相談受けるから。俺何時間でも。放心中だったら、家雑談やってたら。だから電話してきな。辛かったら。うん。自分の体いじめたって何もなんねえよ。やっぱ良くないよ。自殺したりとか、自殺未遂とか、その自傷行為は。そんなんだったらオフ会で楽しみな。俺が絶対楽しませてあげるよ。オフ会一回来な。いや、相談セッターとか別に悩み相談結構来るよ。配信中は受け付けないけど、配信中以外は。そうそうそう。ね、はっきり言うよ。友達いねえだけだから。だろ？友達いないだけなんだよ。俺分かってんだよ。俺もそういう時期あったから。ああ、忘れないよ、コマネさん。コメント書いてね。これからもよろしくです。ありがとう。すげえ嬉しいよ、なんか。そう。だから、別に、ね、オフ会来な。まあ、根は深いよな。
まあさ、どんな人生だったかとさ、いちいち全員の把握できるわけじゃないけど、でもね、笑った方がいいよ。まあ医者じゃないよ。今度。あ、タバコ吸っちゃってるけど、灰皿ある。めっちゃ痛いの、マジで。すね毛、ここまでバリバリ生えてんだけど、太ももまで。うん、頑張れよ、ももさん。ありがとう。雨降ってきた、八王子。雨大丈夫かな。これどころ。いや、普通に和道って呼んで。何でもいい。別に、なんか、何でも、好きに呼んでいいけど、好きに全然呼んでいいけど、なんか、あんまり。ハゲとかダメ。いや、ハゲとか、別にハゲとかでもいいんだけど、まあ、気分は良くねえわな。いいつがブロックだけどね、そんなの。なんか、ねえ、和道でいいんじゃん。頑張るよ。いや、もう、俺は人生は辛いことが連続っていうか、もう辛いことが前提にあると思ってるから。人生辛いんですっていう相談の大体切り口じゃん。そうだよねって感じじゃん。絶対辛いよねっていう。そう。で、そこがスタートラインだと思ってるから、こう。そう。みんなそうなんだよっていうのを教えてあげないと。自分だけ辛いと思ってる人がいるの。たまに。みんな辛いん。みんな辛いけど、ごまかし方がうまいんだよ、みんなは。だから、ごまかし方を覚えるだけだから、全員辛いから、極端な話。金持ってようが、奥さんいようが、なんだろう。あ、ごめん、肺が落ちる。何でもかんでも辛いから。そう。ごまかし方を知ってるかどうかだから。あ、サチスーさん、ありがとね。のんちゃん、後で、のんちゃんに会えてもらったから、後でうまい棒買ってあげる。イエーイ。これが楽しみ方だよ。分かった、今。イエーイって。バーガー10個だから、ブラックサンダーいけるね。ブラックサンダーとうまい棒どっちがいい？うまい棒。うまい棒がいいな。で、後で2つ買ってあげる。あイエーイ。りがとう。分かったね。リスナーさんに感謝しないな、もう。リスナーさんと和道様に。和道様、ありがとうございます。ごまかし方っつうかね、紛らわす方っつうか、極端な人生なんかクソつまんないの普通だから。 だから高杉晋作だっけ、面白くなきなんとかも面白くみたいなさ、なんかなかったっけ、高杉晋作の新作のなんか死ぬ時の句みたいなのあるよね。面白くなきなんとかも誰か書いて。そういうことなんだよ。つまんねえってことは基本つまんねえから、人生。でもね、友達いたりね、仲間できたら面白くなんだよ、本当に。面白くなきこともなきよう面白く、面白きこともなきよう面白く。ありがとうございます。場所じゃなくて、高杉晋作だよね、これ。確か。時世の句かなんかじゃなかったっけ？タツさんいらっしゃい。なってさ、世の中才能のあるやつとかさ、特別美人とかさ、たまーに超楽しいやついるけど、たまーに。
たまになんかチート技使ってくるさ、生まれながらにチート使ってくるモンスターとかいるけど、普通はつまんねえよ。のんちゃん、パフェだから160円だから、のんちゃん、ローソンとかに売ってるさ、高級ジュースが飲めるようになったよ。やったー。 スムージーみたいなのあるじゃん。200円、300円ぐらいするやつ。今ね、うまい棒からそれになった。やったー。それか、ファミリーマートの、なんか、プリンパフェみたいなのを食べられるようになったうから。わー、すごそう、い。出世したから、のんちゃん。さしすせそさんにお礼言って。さしすせそさん、ありがとうございます。さしすせそ様からだ。さしすせそ様。あ、来た。あ、怒ってフィリップ。お怒り。みーちゃん。みーちゃん、あ、ここにいるからか。みーちゃんおいで。みーちゃん、あ、来た来た。みーちゃん、うん、ごめ通んれね、ないにゃん。ごめんね、うん、ごめんごめん、占拠しちゃって。そうだよね、ここみーちゃんの部屋だもんね。ここのんちゃんの家じゃないんだよ。 あ、これものんちゃんに、みすけさんが花火くれたから今ね、カルビ定食食えるようになったよ。猫の部屋だ。そう、ここのんちゃんの部屋じゃないからね、家じゃないから。ああ、あや、ありがとう。今ね、何食えるかな。今のんちゃん、ジョナサンじゃないな、デニーズで、ステーキ食べれる。すごあやい。と、さしすせそさんと、みーすけさんが花火と、あやとパフェもらったから。あやさんとさしすせそさん、ありがとうあごと、ざみいーすけさん。ます。みすけさん、ありがとうございまよかったね。オムライスとドリンクバーとパフェもいける。す。イエーイ。いいだね。そう、ここ猫の部屋なんだよ。 ここはのんちゃんの部屋じゃないからね、みんな勘違いしないでよ。ここのんちゃんが飼ってるみーちゃんの部屋だから、ここ猫の部屋だから。 猫の部屋、俺の部屋より広いから。みーちゃん、みーちゃん、オッケー、できた。じゃあ、あとスプレーシューってする。ここ猫の部屋です。スプレーもしてくれんの。でもタバコ吸ってからね、危ないから。商品券アマゾンって金券になるの？アマゾン買い取ってくれるとこ少ない。新宿の金券屋とかも買い取ってくんない、警戒して。1店舗だけ知ってんだけど、でも課金率悪いの。85%とかなのね。だったら、アマテンとか、アマゾンギフト券を買い取るオークションサイトがあるから、そこだとうまくいくと93%ぐらいで買い取ってくれる。うまく、本当にうまくいくと、時期的なもんだと96%とか97%でいける。アマテンおすすめだね。しげ兄さん、どうもどうも。ああ、札幌に墓参り？ご先祖様喜んでるね。もう罰当たりだから俺、墓参りなんて行ったことねえ。先祖に祟られるんですよ、皆さん。墓参り行かないとこんな人生になるから。嫌だろ。行け。そういうことだったそういうことなの。反面教師。ここ猫の部屋です。猫は怒って。なんだ、赤いのがいるっつってね。誰だお前っつって。入れないにゃんっつって。ご飯食べれないもんね。じゃあどっか端っこの方にやって。立つの？無理に立つのは。なんで？どうして立つの？立たなくてもいいけど、明日裏とさ、表をさ、やった方がいいかと思ったんだ。やって。ふくらはぎはもう触ってごらん、ふくらはぎ。いや、あ、いや、そうでもなかった。ちょっと待って。あ、気持ちいい、気持ちいい。あ、気持ちいい。あ、冷たい、冷たい、冷たい、やばい。あ、気持ちいい。やばいやばい。あ、やばい、やばい。冷たい、冷たい。やばいやばいよ、これ。あ、やばいやばい。やばい。やばいやばいやばい。おう。立った方がよかった。くそ。
こはみーちゃん、みーちゃんの部屋。行くよ。うん。ここお願いしたい。ここがやばい。ありがとう。ありがとう。あ、目が痛い。こっちでやってない。くっさ、これ。くっさ。これやばいね。ん？何をしない？吸わないように。あ、これやべ。ちょっといい。目いて。何これ。だから立った方がいい。これやばいね、匂い。あ、やべ、なんか喉がやられる、これ。いけそうな気がする。後半戦やば。だいぶ楽になる。うん、これ吸って。ああ、だいぶいい。効くねこれ、うん。なんでこういうの吸ってんの？だってテニス部だ。テニス部だったんだ。1日6時間練習する合宿を2週間や。シャリンコそんなにドンキとかでも3万ぐらいで売ってる。あと40分あるね。ジュース買ってきて。じゃあジュース、コーラがいい。コーラと、この水売ってる？これこの大きさの、あ、南アルプスの。大きさはちょっとわかんない。これ売ってた、これ、うん、ね、なかったら500の1本でいい、うん、コーラと。食べ物どうしようかな。食い物 OK、うん、食い物 OK。 なんかパスタとかなんか入れた方がいいかな、うん、あと肩触ってみて。肩がやばいの。肩が一番やばくて、ちょっと揉んでみて。やばくない、うん、やばいでしょ。左もやばくない。肩も収しとく。え、いいや、肩は。あ、カロリーメイトにするわ。カロリーメイト。いい？フルーツ。2個箱2個ぐらい。え？ 2 個箱ぐらい。いや、あの4箱入りのやつ、うん、あれ1個でいい。あれ1個でいい。ありがとう。バナナって売ってる？うん、あるよ。じゃあ1本。あとは揉みまくろう。豆が潰れてなかったのが意外だね。もうこんな大きさの豆やばいよ。 25% まで回復するかな。あ、フォローありがとう。フォローありがとう。ぜひフォローよろしくお願いします。こんな時間にのんさん一人危なくない？え、何、一人危なくないってどういうこと？あ、目の前だもん。ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。はい、こんばんは。バタフライテール。
フォローよろしくお願いします。みんなありがとね、長時間見てくれて本当ありがとう。すげえな、リスワン関ヨシエ15,000、やっぱバケモンだな、ヨシエさんすげえな。なんかフワッチが1万余裕で超えるようになってきたもんね、リスワン。ヒゲ伸びたかな、痩せたよね俺。みんなさ、タイムシフト見たらびっくりすると思うよ。頬こけてるでしょ、痩せたと思う人手挙げて。絶対痩せたよねこれ。どう思う、その出発前のタイムシフトと比べてどう。絶対頬こけてると思う。お、後半頑張るよ、チョコミント大花火ありがとう。絶対痩せたよね、痩せたよねブロンさんね。超ハードだよこれ本当に。やっぱそうか、やっぱシゲ兄もそう思う。絶対ね、二回りぐらい痩せたよね。カイホもそう思う、うん、絶対痩せた。いや俺ね、関慎吾さんのねヒゲのボーボー結構ありだと思ってんだよね。結構ありだと思ってる。ジャニーさんお疲れっす。やつれるっしょそりゃ。あ、夜中に食ってで雑談4時間やってで行きに5時間ぐらい配信した方が、5時間雑談やって飯食って5時間雑談やって2時間移動した時にケンタッキー食って、そっからは食ってないね。そっから10時間ぐらいか、うん違う、3枠だから13時間食ってないね。飯は食ってない、13時間食ってない今のところ。ただもうなんか食い物を入れるっていう気分じゃないんだよね、なんか知んないけど。だからもう体中が痛くて、歩くってすげえな、ほんと。18% まで回復した。これいけるかな？あと30分で 25% まで回復したら、最後まで持つような気はしなくもない。もしよかったらみんな Twitter もフォローしてください。頬がこけたよね。俺だからね、多分ね、運動してないとね、リンパが溜まるんだよね。喉元もスッキリしてるでしょ、横から見ると。ここが腫れやすいの。リンパにね、溜まって、ほっぺたが膨らんでくってもう分かってんだよね。顎超スッキリしてるでしょ。わかる？ここにね、肉っつうかね、多分、リンパがなんか溜まるんだよね。わかる？顎スッキリしてるでしょ。70万稼いで家ボロ、俺の家じゃない。ここ猫の部屋。ふい。そうだ、肩が痛いから、のんちゃんに肩もんでもらおう。あ、コーラありがとう。これはあるけど、塗るやつ。塗るやつ塗った方がいいかな、肩。塗ろうか。ごめんね、汗臭くて。だよ、リュックサックにやられてる。左が特にやばい。しみるとかないでしょ。ない、大丈夫。てかもう全然効いてない。いや肩だね、そのここの筋肉、ここのこの筋肉はもうカッチカチだから、首も後で来るからね。うん。
人はいい人だよ。だから、なんか、初見さんとかのんちゃんだったけど、結構古いリスナーさんはのんちゃんみんな結構愛してるだ。うん。のんちゃん好きっていう人結構多いよ。ちゃんと、ああ、いた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 。聞いてきた。肩も塗ってくれ、もらってもいい。その、肩っつうか、横の、その、付け根までガーッと、わかる？繋がって、そうそうそう。もうね、全体的にやられてるから、肩甲骨の裏までがっつりいっちゃってもらいたい。そう。だから、のんちゃんのこと知ってる人は、のんちゃんの味方になる人がいい。俺とのんちゃん喧嘩すると、大体のんちゃんの味方に回るもんね、みんな。うん、のんちゃんをいじめるな、っつって。のんちゃんのファン結構多いよ。大体俺、いつも悪者にされる。のんちゃんのこといじめると。のんちゃんをいじめるな、っつって。のんちゃんはバドの奴隷じゃないぞ、つってね。よく怒られるもんね、リスナーさんに。うん、終わった？うん。ありがとう。もうだってニコ生の頃からだもんね、一緒にいてね。そうだね。いや、用意してたんじゃないの？だから、わかんないけど。もうこうなることを予期して。うん。じゃあ、みんながのんちゃんって呼んでんの？聞くねこれ、うん、後から来るねじわっと、うん、あとは無事焼きそばもう大丈夫、もう俺帰りに向かうからね、うん、三鷹から何キロ検索すっか、三鷹から新宿駅だよね、うん、え、でももう後半3分の2は来たでしょ、27キロぐらい、え、そんなにある、うん、検索するわ、15キロぐらい、11キロ、11キロ、車、え、11キロぐらいじゃん、11キロだ、11キロなんだけど、ああ、ありがとう、チョコミント。多分でも、ありがとう。なんか道のりにすると結構。ああ、ダメだ、これ最短ルートで、やっぱり Google の、うん。だから、歩いて2時間半って書いてあんの。ちょっと待って、三鷹、吉祥寺、西荻窪、阿佐ヶ谷、東中野、大久保、新宿か。まあ、でもね、まあ見えてるかな、俺。うん、ただ、道がなんか変じゃねえ、これ。もうストレートの道なくない？こっから。ちょっとね、厳しいね。三鷹からどうやって行けばいいんだ？ルートが厳しいね。このリスナーさん相談しながらかな。うん、ちょっと厳しいね。ぐっちゃぐちゃだね。うん、あー、厳しいね。西荻、ああこういう感じなんだ、西荻まで行ったら荻窪までは行けて、本当は線路沿いじゃないや、でもこれここまでせっかく駅見てきたから全部駅は制覇したいよね、ジグザグだ、でもなんか距離の感覚が近い気がする、こっからはさっきより、でも武蔵境良かったよね、住みたくない？いいね、うん、綺麗になった、うん、東小金井と武蔵境の間が綺麗になる、うん、持ちつ持たれつでやってるよ、落ち葉さん、食費は全部出すようにしてるかな、俺は全部ってわけじゃないけど、のんちゃんがその家庭料理作ってくれるときはのんちゃん、俺が寝てる間にのんちゃんが実費で出して作ってくれてるけど、
その持つ持たれつでやってるよ。俺とのんちゃんは全部のんちゃんに出させたりとかそういうことはしてないよ。武蔵境住みやすそうだよね。ちょっと不便。フェレのアルビノ可愛いって言ってくれたからのんちゃん優しい、うん、泳いでたんだよ風呂でブチョブチョブチョつってねえ、うん、初代フィリップ、それ名前だっけ、フェレとフィリップ初代フィリップ二代目がニャンコのフィリップなんじゃ、そう、うん、じゃあフィねフェレット飼ってたもんね、うん、山本線一周配信あれだよ、それが橋本くんだよ。最後まで頑張るよ、ここまで来たら。ちょっとね、バッテリー充電は申し訳ないけど、ごめんね、みんな。ちょっとこれはもうどうしても機材の関係だからさ。なんか、何時だろうね、50% の減りまで異常に早かったよね、最初の方。暑かったからだろうね、多分。多分ね、昼間の暑い時期にやったから、60% まで、40% まで一気に減っちゃったの、バッテリーが。だから。PC のさ、クーラーがブワーンってさ。いや、PC に多分熱持っちゃったんじゃない、バッテリーの方が。こっちも。うん。だから、炎天下の中で配信したことなかったから、バッテリーの減りは申し訳ない。ちょっと計算違いだった。うん。わせどんさんいらっしゃる。レッツは熱に強いから。レッツは強いね。うん、多少熱こもるけど排気がすごい後ろからバンバン出るから、うん、レッツはほんと強い。 SSD だし、あ、これ SSD なの、うん、よし、あとはもうひたすら歩くだけだな。ちょっと寝たらダメですか、10分ぐらいリスナーさん、ちょっとだけ10分だけ仮眠してもいい？ 10 分だけいい？ 10 分だけダメ？起きない。10分だけ起きないから、うん、充電 25% で出るよ、あと 5%。 ちょっと仮眠させてごめんね。ちょっと仮眠します。いや、ちょっとね、寝て脳を休めたい。おやすみ。10分後に起こして。バーガーありがとう。気持ち。すぐ寝たね。股間させてみて。ふうさんありがとう。斉藤ちゃん。パンパンじゃないか。股間にタバコをつけてる。
んさんこんばんは。股間に根性焼き触って。いきなり出とるやないか。この隙に金を。ベッキーに似てますね。光線ワイセスだろこれ。もっこり見せつけやがって。誰？こんばんは。私ものりこ。あ、本当だ。のりこさんいらっしゃい。こんばんは。これで外歩いてました。これが外歩いてました。なんちゅう格好やねん。あ、風船10個ありがとう。サシッセゾさんありがとう。18金解放よ。のんちゃんなんかかけて。なんかかけて。股間に股間になっとかけてもらう。じゃあ、見せ。あ、パフェありがとう、やっくん。おっきしとるやん。ゆるも戻してないですよ。50分になったら起こしましょう。じゃあ50分になったら起こしましょう。
バレた。多すぎる。バレちゃった。バレたわ。俺がさ、うん、歩いて帰ってちょうどよくて、うん、おむそば家に帰った瞬間におむそばが食えて、お風呂が完璧に沸いてる状態で待機してほしいんだけど。お風呂が沸いてる状態って何？まあお風呂は100歩譲っていいとして、うん、俺が家に着く、うん、配信が切れてる、うん、おむそばを食う、うん、そのまま風呂に入る、うん、寝る、マッサージする流れで段取り組んでほしいから、うん、何駅に着いた頃にどこに行くって頭の中に計算入れといてね。うん、うん、分かった、よろしく。難しいな。自分の焼きそば作る、おむそばを作る計算と、うん、もう材料買ってあんの、うん、うん、調理時間と、うん、で、その俺が食ってる間にお風呂は掃除して、うん、磨いて、うん、で湯船溜めて、うん、俺寝ると、うん、飯腹いっぱいだと、うん、ジュースは買ってある、お茶、お茶買ってある、うん、うーん、グレープフルーツジュースが正解なのね、うん、やっぱり疲れてる時ビタミン取れて、ほら弁当さんに教わったでしょ、うんうん、そこが原点ね、うんうん、頼むよ、うん、1時間前ぐらいだからどこ駅だろうな、あとは頼んだ、うん、おやすみ。今日は赤ちゃんの日だからね。特別サービスは赤ちゃんの日だから。うちの家です。おむそばは、焼きそばの上に、なんだろうな、焼きそばの具は、焼きそばの具は豚肉とキャベツともやしと人参とピーマン、うん、シャルベッセンがないね。あ、シャルベッセンはなかったね。シャルベッセン入ったら100点だと、うん、頑張ろう。シャルベッセンうまくない？うん、焼きそばの上に、あ、豚肉のチョイスはね、よかったね、うん、うん、悪くない。バラ、うん、バラちょっと違う、ダメだ、バラね、うん、でもイベリコ豚のね、うん、なんか切り落とし肉が安かったから、あ、まあまあまあ悪くない、うん、経済的に考えると悪くないですよね。それ安かった、うん、いいね、うんうん、そこはそこは好感度高い、うん、もう節約ができる女、そう、うん、イベリコ豚だから、しかも、いや大事大事、まあ、切り落としはね、いろいろ入ってるから、うん、まあ悪くない。72点あげる。うん。ケチャップは？ケチャップはハインツ。うん、正解。79点あげる。リスナーでーす。和道旅団でーす。こんばんは。そう、焼きそばの上に卵を焼いたのを乗せる、とろとろ卵を。
の分の卵の分量は3個正解、うん、82点あげる、うん、玉ねぎは玉ねぎも入れるよ、よし正解、86点あげる、うん、あ10分経ったよってみんなで、いいよ、はいはいはい、猫アレルギーだから目がかゆい、うん、おはよう、おはようございます、目がめちゃめちゃかゆい、花粉症みたいになって 22% か、あと10分あるからカロリーメイトとコーラの、よしいけるいける、あと10分、おはようみんな、チーズかフルーツなんだよな、チョコも美味しいけどね、チョコも捨てがたいけどね、うん、全部美味しいんだよねカロリーメイトって、うん、でも俺はやっぱフルーツ、そのフルーティーでありたいっていう、わかる、うん、うん、そのフルーティーな女性リスナーに向けてフルーティーである、フルーティーでありたい、いただきます、うんうん、フルーティーだよーって、うん、チーズとかなんか嫌じゃんなんか嫌じゃん、草って感じ、メイプルはメイプル、あメイプルが正解だったわ、でもないんだよねあれ、なかなかないんだよね、フルーメイプルは激レアだわ、うん、だ女性リスナーさんにとってフルーティーな和道でいたいっていうアピールだから、これこういうのがじわりじわりと積み重なっていって、こうマダムたちを虜にしていってるから、わかる、ワドちゃんかわいい、そうワドちゃんかわいいアピールだ、本当はチーズが好きだけど、本当はチーズ食べたいんだけどフルーツを選択する、そう、それがね俺のキューティーなところですよ、フルーティーでありたい、フルーティーでありたいっていう女性の願望を叶える男でいたいね、いやメイプルは正解だよ、わかんねえ、まだ早かったか、パッサパサだな、なんか昔カロリーメイトダイエットって流行った、カロリーメイトだけ食うみたいな、俺しとるよ、うん、いや痩せるんだよ、カロリーメイトしか食わないってダイエットあって流行ったよね昔、しかもね、あの俺の世代じゃなくて俺の上の世代で流行ったの、だからね、今50代とまでいかないけど45ぐらいの人は分かるって言ってくれると思う、まだ伝わんねえか、これ分かるよね、40多分3から6ぐらいの人にカロリーメイトダイエット流行んなかった、多分俺の世代じゃない、俺32なんだけど、やべ、頭回るわ。回る。でも、休憩大事。パッションフルーツ適当さんいらっしゃい。わかるっしょ？もう。なんか、やたらめったらカロリーメイトだけ食うダイエット流行ったんだよね。いや、痩せるんで、意外と。うん。タンパク質 8g でしょ？ 4 本で。まあまあ脂質22、糖質が41なんだよ、うん、ちょっと多いね、もう繊維 2g、うん、悪くないんだよね、うん、1日1食カロリーメイト、だから3箱食えんの、だから1200カロリーだから絶対痩せるんだよ、基礎代謝より低いの、いやガリッガリに痩せてたその人、うん、カロリーメイトね、食べてみると分かるけど、結構高タンパクだと思う。あ、まあ、あれだよ、ボディービルダーとかしたら笑わせんなとか、それは分かるけど、お菓子にしては高タンパクで、脂質は確かに糖質は確かに若干抑えめか、
いいな、フルーツグラノーラとかがいいよね。小屋さん、顔痩せたっすよ。スタートよりもスッキリしてるさ、顎周りが。ほら。やったはずよ。腹はわからん。YouTube に書いてあることが全てじゃないから。YouTube に載ってたら、ダメ。ダメ。ダメ、そうやって。そういうのダメ。和道が言ったら全部正解だから。この枠限定で。いいの別に。他で。ブログとかでふざけんなって書いていいの。俺の枠だけでは、俺が言ってんだからそうだよねって言ってほしい。それが愛。別に太ったってどうでもいいの俺は。俺が気持ちよく放送したいのね。真実とかどうでもいい。そうだね、和道すごいね。豆知識いっぱい持ってるねって言ってくれればそれでいいの。そういう枠だから。わかる？正解とか正論とかいらない。もてなしてほしい。フルーティーな俺を。もっとフルーティーになりたい。わかる？そう。どうでもいい。俺が気持ちよくなりたいだけだから。あ、バナナ買った？あ、オッケー。フルーティーだよね。コノさんありがとう。かわいいね。ありがとう。お母さんのことあんまり手こきに使わないであげてね。手こきってダメなのかな。まあいいか。そんな感じ。そんな感じ。あ、コギ使わないでね。すいません。手コギ、コギって読むとつい手コギが連想されちゃうね。ごめんなさい。コギね。すいません。つい。思い当たることが多すぎて、すいません。どういけるかな。4時間で一枠でいけると思う。11キロ実質13キロと見てるんだけど、一枠、厳しいよね、ちょっと。一枠半、あと6時間かかりそうだよ。朝の6時、どうすんの？寝てる？大丈夫？ショートスリーパーだもんね。ゆっくり寝るんだよ。あ、ていうか、鍵ないから、どっちゃん寝て、どっちゃんが起きなかったらアウトだよ。大丈夫？ここは猫の部屋。のんちゃんの家の飼ってる猫のみーちゃんの部屋。俺の部屋より猫の部屋の方がいい部屋住んでる。もっとお茶室だから。あ、お茶室なんだ。ここ天井とか見てごらん。あ、おお、映していい。作りいいな。お屋敷だな。すごいね。なんか天井に模様が、なんか 竹の編み込んだみたいなね。ちょうどここがほら、四角くなってるでしょ。本当だ、普通の畳じゃないこれ。ここが本当だ本当だ。ここに釜をこうできんのこれ。そうそうそう。これめくるとね、釜のあの分布したかま？そうそう、それが置けるように。すごいいね。これ何？喜ぶそうそう。ああ、銅像か。あ、お嬢様だ。
え、ああ。うん。お嬢さん、ボンボンだ。ボンボン。タバコ吸う時間。一服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 お願いします。一服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 。申し訳ない。ありがとうございます。うん、23%だから一服したら行こう。いや、やるよ。ただ、ね、ちょっとね、これは反則技だな。俺も思った。なんでかっていうと、肩の凝りほぐれてるし、なんつうんだろう。筋肉もだいぶほぐれたし、テーピングまでして、あ、絆創膏。これは確かに自分でやるべきだよね。どっかで、公園のベンチで。ちょっとこれは反則だわ。うん。ちょっと反則、うん、隠れて吸ってくれば。ちょっと至れり尽くせりだったね。ありがとう。それそれ、うん、高尾さん地元なの？ミュータブさん。マジか。あのね、アイラにすらアイラクラスの配信者だよ。アイラってマンスリーナンバーワン取ってる配信者が後にしてくんねっつって引き下がってんのに、今ミュウツーがかける。あのうちのリスナーなめてんのって話だから。アイラクラスのトップ走ってて、ふわっちで礎を築いた伝説の配信者でもないがしろにされて、後にしてくれって言って引き下がってんのに、ここでミュウツー突なんか出たら恥だよ。アイラに恥かかせらんねえわ。空気読め。アイラに恥かかせらんねえわ。なあ、そう思うでしょ。アイラと同じ確認できません。うぜえなこいつ。だアイラに引き下がってくれって後でっつって、分かったわっつって後でかけるわって言ってくれてんのに、こんな三下の相手してどうすんのよ。すごい。吉祥寺に将棋窪、荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺、中野、東中野、大久保、新宿ね。OK。うん。すごい。あと、これ、外配信だと電波取られるから、あれだよ。外配信中にこれやったらみんなに迷惑かかんだよ。外配信中にさ、これかけられたらアウトだよ。みんなわかると思うけど。すごい。後ろのんちゃん、フォローありがとう。フォローありがとう。とつまちオッケーじゃなくて、俺今さ、テザリングっつって電波がない、これでやってんの。だから俺がいつも言ってんのは、電話かけていいのは外配信じゃなくて、家に帰って雑談やってる時、いつでも誰のとつでも受けるって言ってる。家にいて雑談やるとき、いつでも誰の突でも受けるって言ってんの。そう。外のときは電話かけてくんなって、メンバーにも言ってるぐらい。旅団の。だからそれはあいつがルール知らないんだよ。
家の時っていつも言ってるよね、みつけ。そう、外は電波取られるんだわ。だからなかなか受けないよ、これ。うん。そう、外はリア凸だけ。ミュウツーに言っといて。次かけてきたら、LINE ブロック入れるって言っといて。次かけてきたら、LINE ブロックって伝えてくんね。うん。俺説明してきてあげて。家にいるときだって。家にいるときだって。伝えて。コメントで書いてきて。うん。次かけてきたらブロックって。で、リアドしに来いって。どうせ歩いてんだから、外。ね、リアドしに来いって言っといて、うん、富山だから富山なのあいつ富山なの富山なの家にいる時にドツかけてこいって言っといて、リアドツはかわいそうだ、富山か。はい、ブロックね。インブロックでーす。ブロックされようぜみたいなこと言ってたからいいね。放送妨害で通報してきて全員。放送妨害で通報してきてください。もう断ってるんで、バンです。ここにいる500人全員でさ、放送妨害で通報してきて。うん。バンです。はい。次、もう、懲りてないみたいだから。放送妨害。俺断ってるから。よろしくお願いします。通報お願いします。本人が嫌がってるのに、電波の問題で電突かけてきてしつこいって。で、何回も忠告してるのにしつこいですって。だ、電波の問題で出れねえんだっつうの。家にいる時に電話出てあげるよ。いつでも。それルールだから。うん。はい、ワード2。この耳の裏さ、切れてない、ただれてるでしょ、ちょっとペロってやってみて、どうなってる、多分ね、切れてるんだよね、裏剥かれてない、耳の裏どう、大丈夫だと思う。どっからただれてんの、この穴じゃない、穴、うん、うん、ちょっとしばらくさ、取っといた方がいいよ、うん、まあいいや、今日はついてるわ、うん、息がドバドバ出んだよね、うん、あの目って俺の目、俺の目、高橋さん、俺、うん、通報したらバカみたいにはしゃいでた、みんなもはしゃいでるヒャッハーっつってたでしょ、うん、馬が、うん、富山のといていいよ、うん、あ、花火だ、おー、花火ありがとう、ありがとう、みつけ、お、花火だ、ありがとう、みつけ、多分ね、朝方です予告しておきます、朝6時です、僕の予想、朝6時か7時、
いつも流れだよね。明け方。よし、行くか。ありがとうございます、一服。これ、俺のじゃないね。ありがとう。どっちだ。よし、行くか。よいしょ。頑張りましょう。これはちょっと、部屋じゃ使えないね。部屋じゃ使えないね。塗るやつだけ持ってこうか。おお、ちょうど20。ちょうど 25% だよ。ちょうど 25%。 ちょうどいいね。 25% だったら多分6時間持つかな。多分ね、4時間乾燥プラス内部充電でいけるはずだから、多分いけると思う。行こう、頑張ります。忘れ物、うん、まあでものんちゃんよく来るからね。そいい、あ、まあ、うん、持ってくんだったら持ってきて。よいしょ。え、のんちゃん何？俺の家待機？こっからは。オッケー。これバッテリーだよ。これバッテリー。5キロ、これを背負ってんのよ、パソコン配信だから。だから画質が綺麗だねって言われるの。画質の綺麗さと引き換えに俺はバッテリーこんなでかいの持ち歩いてんだよ。残酷でしょ、配信へのこだわり。だから20キロの荷物を背負って歩くというのはこういうことだよ。普通の人よりもハードモードなんだよ。でかすぎでしょ。多分俺が知る限り調べた中では、その、超大容量だね。アンペア数いくつだっけな？ 5 万？え？ 5 万アンペアじゃねえな。調べてみて。アンカーのバッテリー調べてみ。何アンペアだっけな？アンペア数。アンペア数でもう表示されてないよ。とにかくとんでもないです。スマートフォン40回分です。フル充電。ノートパソコンだと、何回だろうな。ノートパソコンだと20時間分ぐらいかな。ただ今日ずれたけどね。そう、これが和道クオリティ。アホでしょ。よいしょ。さて行くか。あ、やべ。パソコンの充電抜けてたよ。三鷹で降ろしてくれる？うん。足はね、今だいぶ休まったよ。一日お疲れ様でしたって、ちえみさん。こっからまだ終わってないんだよ。ちえみさん多分もう終わりだと思ってるんだ。お疲れ様って。違う。今バッテリー充電してたの。まだあるんだよ。むしろ3分の2くらいだよ。3分の2くらい。何をおっしゃっとるんですか。まだ終わってないんです。ここからだよ。よし、もう4時間枠4時間6時間で終わらせよう。目標タイム6時間、1枠じゃ終わんね。こっから6時間、あの寝る人は寝てください。寝る人は寝ちゃってください。正直もうこっから拷問です。見る方も辛い、やる方も辛いっていう。命の削り合いなんで。よいしょ。こっからはただの、なんか、マゾ的な配信なんで。何の生産性もない配信ですよ。朝6時か。俺の予想多分1時間ずれ込んで7時っていうのがいつものパターンだけど、一応6時までに終わらせる。じゃあ、皆さんお疲れ様でーす。フォローよろしく。次枠行きます。三鷹駅からスタートです。お疲れ様。お疲れ様でーす。頑張ります。お
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。